おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、続きやっていきたいと思います。ソウさん、アリスさん、生存のダミーズ全滅ルートですね。前回は、ランマルくんに肩車をしてもらって、めっちゃ苦しんでもらって、ようやく、この4階の奥に行けるようになったよっていうところで終わったんでしたね。それではやっていきたいと思います。ロッカーの先に真っ暗な通路がある。入りましょう。行こう。ここに確かね、アリスさんが殺しちゃった人形の緑の頭があったはずなんだよね。これだっけ？何かのスイッチ。スイッチ押します。ああ、あれ？これこの時光がついた時に幻影が見えるのって刑事さんだけだったよね。確かね。そうだそうだ。明かりがついた。これ、なんだっけな。ここのドリンクサーバーが、ホット専用のドリンクサーバーなんだけど、ここでなんか何を選ぶかで、こう、いろいろ会話が変わるからそれ見てほしいっていうね、ことを視聴者さんからリクエストいただいたので、これちょっと見ていこうと思います。ドリンクサーバーが置かれている。また、飲み物か。これ、ホット専用じゃん。何テンション上がってんだよ。充電機能は、ないみたいだね。逆に言えば、飲んでも誰にも迷惑はかからないけど。こんな怪しいの、飲む人いるかな？そうさん、私は、味噌汁とコンポタが面白いって言ってたけど、コンポタなくね？ココア、お湯、味噌汁。ん？まあ、味噌汁が面白いらしいから、ちょっと味噌汁にしてみるか、じゃあ。味噌汁です。味噌汁を飲みます。いらないんですね。そんなの、あるの？ないじゃないか。騙したな、サラ。僕はコーンポタージュを選ぶよ。君はお湯でも飲んでないよ。ドリンクサーバーで少しだけ癒された。ああ、そういうこと？なるほど。コンポターは選べないけど、コンポターを選べた世界線の操作がいるんだ。ちょっと待って、他の選択肢も見てみていいですか？ココアです。ココアを飲みます。いらないんですね。サラ。僕はコンポタージュを選ぶよ。糖分と塩分。どっちが大事かな？なんでそんな対抗心バリバリなんですかね、ソースン。ソースン？ソー君。ソーさんとソー君が混ざってソースになっちゃったよ。ソースじゃん、ただの。つまり塩分の勝ちってこと？お湯です。お湯を飲みます。いらないんですね。なんだその SE は。いらないよ。変なの。僕はコーンポタージュを選ぶよ。最後に笑うのは誰かな？なるほどね。何を飲もうと敵対されるのね。で、やめるべきですにしたらどうなるんだろうね。癒されないで終わるのかな。はい。やめるべきです。やっぱり、やめるべきだと思います。コーンポタージュがある。そうさん？君はそうやって生き残る算段をしてなよ。僕はリスクを取る。これが攻めの姿勢さ。飲みたいだけじゃないか。そうなんだ。そうくん、コンポタが好きなのね。なるほどね。はいはい。ドリンクサーバーで少しだけ癒されたと。いや、味噌汁あったらね、味噌汁がいいね。私も。コンポタか味噌汁かな、私も。塩分の方が好きだな、糖分より。甘いものね、好きなんだけど、いかんせん飲み物も食べ物も量がね、摂取できなくてさ。塩分はね、いくらでも摂取できるんだけど。だから私も結構総産派ですね。うん。大きな箱には修理済みと書かれた紙が貼ってある。中身は何も入ってない。え、ドアの前には鍵穴のついた機械がある。え、ここだけ鍵穴？マイさんはこの奥にいるのかな？ちょっと待ってよ。じゃあ、なんで緑が出てきたの？ノックしても反応ねえな。どういうことなんだろう。ねえ。これ以上ここを調べても意味なくない？しかし、舞さんがこの中にいるかもしれない。私、
墓地をもう少し調べてみる。待て、いくら妨害者メイプルがあの状態でも、やはり一人は危なくないか。じゃあ、乱丸、ついてきてよ。なんで俺。ほら、私の分のココア持って。飲みすぎだろ。これ、ホット専用じゃんって言ってテンション上がってたのって、お湯かけてコーティング剥がせることを喜んでたのかな。ね、ただホットが好きなだけなんだと思ってたんだけど。そうなのかもしれないね。僕たちはどうするにゃい。もう少しこの回で、しのぎ刑事とハンバーガードン太郎を探すか。舞を疑うわけでは、ないがな。なるほどね、オッケー、任せろ。絵画。で、メイプルとはもう話せはしないだろうから。あれ？なくなってる。あれ？あのスペースって、何も飾ってなかったっけ？ここはあれだよね、ジョー君の絵が飾ってあった場所だと思うんだけど、なくなってる。ランマル君だ！なるほど！いや、前回気づかなかったな。はーん。ここで前回ランマル君がちょっとここで用事があるからよーって言って残ったことあったけど、それって、このジョー君の絵を外してどこかに隠すためだったってことかな？その意図は、ジョー君のことを思い出させないようにするため、と、まあ、サラちゃんを覚醒させるためなのかな？いや、サラちゃんのことを思ってたとは思うんだけどね。なるほどね。ランマルくん、ちょっと、粋なことするけど、ちょっとなんか、なあ。ランマルくん、もうなんかサラちゃんのこと大好きじゃん。私はサラちゃんのことが大好きなランマルくんが大好き。ここで確か影があるとかじゃなかったっけ？ん？何か音がするな。サラ姉ちゃん、危ない！落ちてくるんだっけ？壁が。ん？天井が？あ、危なかったにゃい。天井が落ちてきたのか。メイプルが暴れたせいなのかな。で、ここに極上忍のメッセージが書かれてたはずだね。なんかインクみたいな変な匂いがするにゃい。あ、そっか。灯籠使わないと見れないのかな。オッケー、任せて。ほい。書いてあるね。リングの上に瓦礫が落ちている。なんだ、灯籠の光で文字が映し出されたぞ。手書きの文字だ。かなりかすれてるけど、読めるぞ。さらばだ。私は一足先にこの施設を出よう。もちろん、裏の世界の再編などと計画を進めた責任は感じる。だが、多数決で死者を決める。もう付き合いきれん。ここの6階には、誰も知らない脱出口がある。文章に気づいた君は優秀だ。ぜひ、私の元へ来なさい。新たな闇の世界を共に築こう。極上忍。極上忍？そっか、6階に秘密の脱出口があって、そこで新たに闇の世界を築こうと企てている極上忍が待っている。一瞬サラちゃんのパパがさ、極上忍説を追ってたんだけど、なんか、そういうわけでもなさそうだね。主が多分パパだと思うんだよな。交番の指名手配の張り紙と同じ名前にゃい。どういうこと？説明してちょうだい。天国事件のことを話した。裏稼業のドンを決めるための殺し合い。いや、デスゲームなのか。はい。そしてこの壁にそれが書かれてるってことは。行われた場所はここだというのか。すごい情報だぞ。もし全て真実なら、6階には、まだ脱出口があるかもしれない。あ、限りなく小さな希望だ。そんなの、とっくに封鎖されてるかもしれないし、残ってたとしても、
俺たちが見つけられるかわからんだろう。だがゼロじゃない。帰れる希望はあります。そういうことだ。希望。あの出口を見たときは全てが絶望に変わったけど、今ほんの小さなか細い光が見えた気がする。もしも舞の話が本当だったら、ダミーズもまとめて逃げることはできるかもね。信じたいな。そっか、みんなでこれ見るんだったっけ。なんかこんなにワイワイガヤガヤ、そうだったっけ、ワイワイやったーって希望に満ち溢れるっていうシーンだったことの記憶がなかったわ。そっか、そんなだったか。やっぱりまだ焦げ臭いわね。なあサラ、車だから何か連絡来たか。そういえば何の連絡もないな。トランシーバーで確認する。トランシーバーに声をかけるが何も応答はない。あいつ移動してるんじゃねえだろうな。まさか。ちょっとトランシーバー貸してくれよ。様子見に行っていないなら探してみる。ここでココア係も飽きたんだよ。任せてもいいのか。もちろんだ。ランマルにトランシーバーを渡した。気をつけるんだぞ。ああ、うまくやる。うまくやるの言葉がちょっと怖い。ね、うまくやるってセリフだったっけ。ああ、わかってるよとかだったような気がするんだけど、なんかうまくやるってなんだ。あれ、つかないな、故障か。そうだ、ここはつかないんだったっけ。あれ、上行けなくなったんだっけ。そんなことないよね。まだ調べてないところがあるよってこと。あれ、メイプルいない。なんか一周目もさ、同じ反応してた気がするんだけど。私やっぱ期間が空いてるからなんか初見みたいになってるわ。忘れてる。あれ、メイプルが消えた。そっか、消えるんだったっけ。まさかまた動き出したのか。そんな、あの状態から動き出すのか。まずいにゃん。 ID カードをパン屋さんにあげたまま。今出会ったらまずいことになる。どうするんだったかしら。パン屋さんを探せばいいのかしら。あれ、どうするんだったっけ。覚えてねえ。おー、びっくりした。どうも、みどりさん。何してんの？みどり。ねえ、暇ならこれ運ぶのちょっと手伝ってくれない？うやぁ。これって、言うなよ。彼にも君のことが好きだった女の子だぞ。それは、メイプルだよ。かわいそうにね。どこへ連れて行くつもりだ。そりゃあ手術室だよ。治すんだ、僕の愛の力でね。ふざけるな、させるか。あれ、メイプルに生き返ってほしくないの。かわいそう。違う、また苦しませる気なのかと言っているんだ。止めたきゃ僕を殺しなよ。それこそメイプルくらいしか僕を殺せないだろうけど。はーい、どういてどういて、手術室行くんだから。どうする、通してしまったぞ。追いかけるべきかな。中からは緑の笑い声とガチャガチャと工具をいじる音が聞こえる。どうしたら。打つ手なしか。くそ。目の前で大変なことが起きているのに何もできない。このままじゃまた一方的にメイプルに狙われるだけだ。刑事さん、私はどうしたら。ピンポンパンポーン。
聞こえるかな？え？おまわりさんだよ。みんな元気かな？何？これ。ちょっといろいろ説明したいところなんだけど、あいにく時間がなくてね。もしこの声を聞いてたら、お願いがあるんだ。ID カードを教室へ持ってきてほしい。必ずサラちゃん一人で来てほしい。頼んだよ。今のは、しのぎ刑事の声だったよな。これはね、編成器を使って、ラマル君が喋っているんだよ。確かに、そうだったけど。おまわりさん、やっぱり無事だったにゃい。今のを信じるならね。なんで疑うわんいいか。早すすぎるよ。なんでサラさん一人に ID カードを持ってこさせるの？でも、それなら誰がこんなことできるにゃん。確かに、緑はここにいるんだぞ。行ってみるしかない。ID カードを手に入れないと。マイさんはどこに？大変だね。ID カード返すよ、サラちゃん。ID カードを手渡された。マイ、中にいたんじゃなかったのか？え？私は外にいたよ。それより、今の怪しい放送、確かめに行くんでしょ？私ここで見張ってるから、みんな一緒に行ってきて。そうだな。正体が誰か、突き止めてやろう。頑張ってね、みんな。なんか、変だ。舞さんは、何かおかしい。あ、一人で行くって言ってるわ。一人で行くって言ってるから、まあみんなで行くってじゃあ行ってみるね。ああ、みんなで向かおう。うん、エレベーターまで見送るね。あからさまに怪しいんだよな、舞ちゃん。これはでもね、疑われてもしょうがないよ。まあ私はね、わかってるから、まあね、ニコニコしながら行きますけども、舞ちゃんと一緒に。さあ、行きますか？ほらみんな、早く乗って。どうも変だ。これ、僕たち全員を呼び寄せるための罠なんじゃないかな。どうして？刑事さんを信じてあげようよ。行くのやめるか。ハンバーガードン太郎を見つけてからでも遅くないしな。キュー太郎さんは元気だってば、もう。みんな、ごめん。私は一人でエレベーターに乗り込んだ。おい、何して？絶対に、すぐ帰ってきます。どんなに怪しくても、刑事さんについて何かわかるなら、私は知りたい。もしそれが、最悪の結果であっても。教室、だったの。行くかい？刑事、さん。誰も、いない。出てきて。いないんだよね。教卓の近くで何か物音がした。教卓の裏に誰か隠れてる。これ近づいたんだっけ？なんか迷う間もなく近づこうって言ってたわ。やめよう。あ、やめたらだ、何も起こらないんかい。わかったよ。はい、近づきまーす。私に勇気を。わかった。私がパワー与えるよ。はぁ！オッケー、近づいてんね、偉いじゃん。なんだ？
ちゃダメだ。サラちゃん。あ、やばい、覚えてねえ。こんなんだったっけ？ああ、こんなんだったわ。あれは、刑事さんなのか。話をしないと。セーブします。その声は刑事さんですよね。来るな。オッケー。呼び出したのはあなたじゃないですか。いいから。なら、なぜ？こっちへ来ちゃダメだ、サラ！体に鋭い痛みが走る。刑事、サラ！最後に目に入ったのは、確かに、刑事さんの顔だった、と思う。時は遡る。さあ、ここから刑事さんパートの始まりだ。よう、気分はどうぜよ。なんや、辛そうな顔しろって。返事ぐらいするかじゃ、刑事。おはよう。まだ頭がクラクラするね。無事でよかったぜよ。立てるかや。大丈夫さ。ちょっと立てないかな。大丈夫さ。大丈夫さ。ねえ、なんか元気ないよ。大丈夫？そんなことないさ。嬉しいな。感情表現の薄いやっちゃな。頭を起こして、今の状況を確認しなきゃな。この状況をね。助かったんだから、もっと喜んでいいんだよ。そんなに暗い顔してるかな。目いっぱい喜ぼう。やったー。うわー、似合わないかも。ひどい話だね。そうだね、刑事さんがやったーって喜んでる姿全然想像できんわ。では礼を言おう。ありがとう、舞。いや、ハグされちゃった。ヒュー太郎さんもしよう。枯れすぎぜよ。え？ハグしたの？やだ、刑事さんったらもう、ちょっとすぐそうやって女の子のこと触ってからに。もう、サラちゃんだけにしとけ、そういうことは。め誰？私。私もされたいけど、ハグはね。サラちゃんたちは？サラちゃんたちは、今どこに？ ID カードを手に入れて、上の階に行ったぜよ。棺管理システム、うまくいったんだね。焼肉にならずに済んでよかったね。本当に、ね。とにかく安心したよ。みんな無事なんだね。ううん。それがね、車田くんが大きな傷を負って。メイプルはまだこの階で暴れてるかじゃ。なんだって。二人はよく無事だったね。上の階に逃げよう。上の階に逃げようにしよう。ならすぐに上の階へ逃げよう。サラちゃんたちと合流だ。うん、賛成。ずっとここに隠れてられないよ。棺の中すっごく怖かったもん。閉所恐怖症で死んじゃう。マイとキュー太郎も棺に隠れてたのか。じゃけんメイプルが追ってきたら全員危険にさらされるぜよ。じゃあどうするの？考えはある。
メイプルがエレベーターを使えないように電源をオフにするぜよ。それって美術室にあるブレーカーのこと？でもそれだと私たちも取り残されちゃうよ。なーに、ここはあの分厚いシャッターもある、安全じゃねえか。きっと操作してるのも制御室にいるサラたちだよ。つうことで、おーい、誰かシャッター開けてくれぜよ。九太郎は手を振り合図を送るが何も起こらない。誰も見てねえのか。監禁状態か。おとなしく待とう。出る方法を考えよう。おとなしくここで待とうか。いいのかな？もしもこのまま誰も開けてくれなかったら。詳しく見て回るか。オッケー。ここから刑事さんパートのスタートですということで。わー、繋がってしまった。ん？中に何か文字が。左から、1,2,3,7,6,5,4 と書かれている。はーい。お、考えれる。1から7までの謎の数字。そういえば、棺の数も7つだね。もっと考えれる？1から7までの数字と7つの棺は関係ありそうだ。左からっていうのは、左から棺の番号をつけてるってことじゃないかな。うんうんうん。さて、もっと考えれる？1から7までの数字と7つの棺は関係ありそうだ。それに左から棺の番号をつけてると思う。あとは、書かれた数字の順に棺を調べてみれば、何かわかるかもしれない。うん。1、2、3、7、6、5、4。はーい、焼けました。おや？刑事見ろ！こっちの壁動いたぜよ！押したら開きそうだよ！どうかな？舞は壁を押した。うん、ここが開くんだったね、そういえばね。ここに繋がってたぜよ！どうするの？もうおとなしく待つ必要はねえ。エレベーターの電源、落としに行くぜよ！仕方ないね。OK。で、ここにメイプルが、あれ、いないね、まだ。どうしようかな。じゃあ、今日はこれくらいで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。ようやくね、刑事さんパートに突入しまして、どうなんだろう。ソウさんとアリスさんが生存してることで、この刑事さん、マイちゃん、キュー太郎さんのパートが、なんか変化があるんだったら、そこをもうじっくりやりたいなとは思うんだけど、特に変化ないんだったらサクサクサクっとやっちゃおうかなと思ってます。ではまた次回。おつぴよでーす。